これだからリモートワークなんか大嫌い。勝子さん、リモートセクハラを防ぐ方法ってあるんですか？リモートでは背景は消し、余計な情報与えない、録画していることを伝える、極力1対1での会議はしない。逆に対してそれは失礼じゃないかな。例えば背景もクライアントさんのロゴや商品サービスを象徴するような画像にして、いかにもクライアントさんを大切にしていますアピールをすればかえって喜ばれるんじゃない？確かに、部屋も隠せてクライアントさんも喜ぶなら一石二鳥ですね。録画することも後で打ち合わせの内容を見直すこともできるし、上司や先輩が参加すれば失礼どころか、それだけ案件にコミットしてるという意思表示になるでしょ。なるほど。でも何よりリモート勤務での服装の規定を決めるとか、一時的にカメラをオフにすることを認めるなど、会社としてリモート会議の場合のルールを作っておくことも大事よ。あとね、気をつけてもらいたいのがディープフェイク。ディープフェイク？別人の顔を入れ替える技術。アメリカでは著名人の顔を勝手に入れ替えて作られたポルノビデオが社会問題にもなっている。リモート会議を録画され、それを素材にディープフェイク動画を作られてしまうこともあるんですのよ。そんなことが始まってるのか。そこでマスクをするなどしてリモート会議に参加すると悪用されないで済みますわ。それでもセクハラを受けてしまった時はどうすればいいんですか？そうね、セクハラ発言が収まらない時には大きな主語を使うといいわ。大きな主語？私という一人称ではなく、主語を大多数にするの。今時の20代はそういう話しませんよとか、女性はそんなことには答えないものですよなどの形で話すとスムーズに不快感を示せるわ。そっか、なるほど。今時の女子はパスカルさんみたいな人が大嫌いですよ。それあんたかでしょうが。もう一つ、リモート時代に生まれた新しいハラスメントがリモートパワハラ。モニター越しに怒鳴られるってことですか？例えば少しでも返事が遅れると、チャットで何度も催促受けたり、仕事をサボっていないか一日に何度も報告を求められたり。それすっごくパスカルさんにされます。私は宇賀の上司だからですよ。でもね、2020年6月に施行されたパワハラ防止法で、対応が不十分な企業には企業名の公表や罰金などの罰則がつくことになったのよ。知らなかった。ちゃんと対策を立てておかないと、上司であるあなたも他人事ではないわよ。じゃあまあ、そのリモハラについて教えてください。そうね、特に深刻なストレスになるのがリモート会議での同行した叱責。家族のいる前でこれをやられたら地獄ですよね。私部長にそれされたことあります。家族の前で芋虫以下って怒鳴られて、それ以降家族から芋虫以下の扱いになってますよ。まあ実際そうですし。え、今なんか言った？メイさん、上司も人間、慣れないテレワークで部下の管理能力が問われて焦っているのよ。そこは部下も理解してあげて、メールの返事は早くするとか、上司を安心させる気遣いがあるといいわよ。わかりました。でも怒りっぽい上司の性格は変えられないですからね。井上ドクターによると、実は小さなミスに対して激怒するタイプの上司が求めているのは、ミスをした理由やミスを挽回する妙案じゃないそうですよ。え、じゃあどうすんの？あなたが怒る理由を理解してますよという態度が重要だそうよ。あー、なんかそれわかる気がします。変に口答えすると猛烈に倍返しされます。そう、パワハラ気質の人は自己愛が強く承認欲求が大きいので共感を求めてんのよ。そんな相手にはオウム返し。なんでこんな簡単なこともできないんだ。こんな簡単なこともできず申し訳ありません。こんな不自然な返答で大丈夫なんですか？頭が真っ白になって相手のサンドバッグになるよりは、機械的でも理不尽に激高する相手にはオウム返しで共感プレイといったテンプレを頭に入れておくことで、傷つきすぎず自分の心を守れるの。そんなもんなのかな。上司の方も一方的に叱責するんじゃなくて、同じミスを繰り返さないためにはどうしたらいいと思う？など問いかけの言葉にすると、本人も納得した再発防止策が生まれ、実践する可能性が高くなる。何よりこういったハラスメントは受け手の捉え方に左右されることがあるんです。同じことを言われても誰に言われるかで変わってくるんですよ。確かにパスカルさんにはたとえ天気の話題でも不愉快ですもんね。私めっちゃ嫌われてるじゃないですか。ハラスメントだけじゃなく、自分は忘れ去られてしまっているんじゃないかと不安に思う人だっているし、人間関係の希薄さがストレスになる人もいる。だからこそ失われた信頼関係を取り戻す努力をしなくちゃいけないんですよ。なるほど。おい、うが、いろいろ今まですまなかった。許してくれ。パスカル課長、いや無理。えー、どんだけ嫌われてんのよ。
もっと職場トラブル解決法を知りたければ、精神科産業医の井上智介先生の本を読むといいわ。見るだけで一歩前へ進めるシリーズ、見る前。チャンネル登録、よろしくお願いします。